真田幸面は、江戸時代後期の大名、老中。信濃松代藩の第8代藩主。徳川吉宗の彦にあたる。老中として、天保の改革の一翼を担ったほか、藩政改革にも多くの成果を挙げた。江戸時代後期における名君の一人として評価されている。増寿三味。寛政3年9月2日、老中主座として、寛政の改革を主導した、松平定信の長男として、白河藩の江戸藩邸で生まれる。ただし、側室の子であったこともあり、幼名を次郎丸と名付けられて、公的には次男とされた。定信の正室の子がわずか11日後に生まれており、こちらは太郎丸と名付けられて、長子、嫡男と扱われた。文化12年、松代藩7代藩主、真田幸前の養子となった。翌文化13年には、真田幸前と名乗り、先々代の幸宏の娘が、遠州浜松藩主、井上正保に嫁いで産んだ正樹を正室とした。文政6年の幸遷の隠居により、家督を継ぎ、藩政を担当する。天保の改革が始まると、水野忠邦によって、外様席から、譜代席に移され、老中に抜擢されて、改革の一翼を担った。藩政においても、佐久間象山をはじめとする有能な人材を多く登用して洋楽の研究に当たらせ、幕末における人材の育成を行った。また、殖産興業、産業開発、文武奨励などにも努め、藩校としては文武学校開設の基礎を築いている。1832年には産物会所を設置した。また文人としても優れ、画や和歌に秀逸は作品を数多く残した。しかし晩年には、藩政改革の路線をめぐる対立から、重臣たちによる内紛を招き、これが幕末まで尾を引いた。弘化4年3月24日には、善光寺地震が発生し、松代藩領内でも大きな被害が生じた。幸面が御用番、牧野忠政に宛てた報告書や、月番家老、河原綱則の手記、虫倉日記は被害状況を知る上で貴重な記録となっている。江戸在府中には、府内をお忍びで歩くことを好んだという。真田家への養子入りの話が出た折には、浪人姿になって、松代藩の隅々を見聞して回ったとも言うが、こちらは伝説の域を出ない。幸面は、正室、正樹との間に4男5女を設けたが、いずれも夭折、早世した。そこで、真田家の血筋を求め、幸遷の妹が、肥前島原藩主、松平忠兵に嫁いで産んだ十男、幸忠を養子氏に迎えたが、これも数え15歳で早世する。幸面には、実子として幸義がいたが、真田家に養子入りする前年に生まれたため、幕府には、実父、定信の罰子と届け出ていた。結局この実子を養子として迎え入れたが、数え30歳で先立たれたため、その長男、幸興が嫡子となった。嘉永5年5月6日、幸面は隠居して、孫の幸興に家督を譲ると、6月8日に62歳で死去した。久保田清音に、刀工の源の清丸を弟子入り斡旋したのは、幸面である。長野県史通志編、第6巻近世3。ありがとうございます。